今回ご紹介するのは JR 西日本北陸本線の加賀温泉駅です。加賀温泉駅は石川県加賀市佐久美町にあり、1944年昭和19年10月11日に国有鉄道の佐久美駅として開業しました。1961年昭和36年の特急白鳥の運行開始により、隣接する胆振橋駅と大正寺駅が片山津温泉、山城温泉、山中温泉の各地元を巻き込み、特急停車をめぐって激しい争奪戦を繰り広げました。これを鎮静化する目的で、両者の中間にあるこの駅に特急列車を集約して停車することとなり、1970年、昭和45年、10月1日に駅名を加賀温泉駅にして、周辺の温泉地の玄関口となりました。駅構内には、緑の窓口、緑の券売機、加賀市観光交流機構が運営する観光案内所などがあります。当駅は JR 西日本の直営駅で、小松駅の非管理駅となっています。当駅は島式ホーム2面4線を持ち、待避設備を有する地上駅です。駅舎から各ホームへは連絡通路で接続しています。なおホームは2階にあります。北口と南口を結ぶ歩行者用の地下自由通路が在来線ホームの下を通っていて、北陸新幹線の工事のため閉鎖しようとしましたが、利用者の反発を受け、代替として2022年令和4年8月1日に在来線北口改札を IR 石川鉄道への移管時よりも前倒しで供用を開始して、加賀市発行の通行証があれば在来線改札内を通り抜けできるようになりました。北口改札は無人で、交通系 IC カード専用の簡易改札機と IC カード専用チャージ機、運賃箱はありますが、自動券売機は設置されていません。当駅は片山津温泉、山城温泉、山中温泉への玄関口となっているほか、2000年代に入り飲食店、コンビニエンスストア、CD ショップなどの出店が相次ぎました。なお当駅周辺には温泉街は存在せず、加賀温泉という名の温泉も存在しません。Now operating.
駅の北側に立っている巨大な観音像は加賀大観音です。当駅は北陸新幹線の停車駅として建設が進められており、北陸本線は新幹線開業後経営分離によりIR 石川鉄道に移管される予定となっています。
ご視聴ありがとうございました。